はい、それでは、定刻になりましたので、始めたいと思います。改めまして皆さんこんにちは。診断士講座特別イベント、一次試験1ヶ月前の過ごし方ということでですね、今日は、皆さん一次の、模擬試験を受けていただいた後だと思いますけれども、今ちょっと東京の池袋からですね、中継で全国に、北海道から、沖縄まで、今結ばれている状況です。で、全国の皆さんも画面を通じて、本当にお疲れ様でした。で、今日の流れをまず最初にお伝えしたいと思います。お手元に皆さんこちらのレジュメがおありでしょうか。一人一冊、もしお手元にない方、スタッフにお申し付けください。大丈夫ですかね。はい。で、中身として、大体この6項目プラスアルファについてね、ちょっとお話ししていきたいなと思っております。はい、お手元にありますでしょうか。大丈夫ですかね。はい。というわけで、では中身に入っていくんですが、まず、7科目ね、初めて、このファイナル模試、全国模試で2日間にわたってその模擬試験受けてみて、やっぱりこうどうですか皆さん、本当に2日間で7科目受けた方は特に今もう疲れがピークだと思うんですよ。疲れがピークの状態だと思います。ただ模試を受けっぱなしにしないでね、これからどうすべきかとか、復習すべき、ことは何なのかということをお話ししていきますので、まずこのレジュメに沿ってですね、ご説明していきたいなと思いますが、次のページをちょっと開けてもらえますか。直前チェックリストと書いてありまして、私も受験生になったつもりでちょっと書くんですけど、今日6月30日ですよね。で、皆さん自分の受験する科目分かってると思います。私だったら、当時全科目、受験でしたと。で、苦手科目、苦手と認識している科目、率直に言って何ですかね。はい、ご自身でちょっとつけてみてください。でちなみに私は情報と法務が苦手意識がありました。はい、じゃあ次、目標の得点ということで、ご自分が受験される、科目、ちょっと目標得点を記入してみてください。私も当時の目標を書こうかな。私はね、情報40、法務40で、中小80、経済80、で企業経営70、運営と財務が60。ちょっとお恥ずかしいですけど、私これで430点分になりますけれども、はい。私の時は430点というか1000点満点の600点だったので、ちょっと細かくは違うんですが、今に換算するとですね、こんな感じで、苦手な情報とフォームは足切りにならないように最低ラインの40点取れればいいと。一方で得意科目であった、経済学とかですね、当時点数が伸びつつあった中小、これで8割取ろうと、はい。で、企業経営理論、運営管理、財務会計の主要科目は6割ぐらい取れればいいかなといったような、見積もりを立ててました。でこれが理想ですよね。で理想と当然現実のギャップを書くわけなんですけれども、それで今日受けたこの模試なんですよ、達成度、ここで模試の点数を、ABCD の5段階って書いてありますけれども、昨日今日で受けた模試の点数を後でご自分で記入してみてください。7科目、
そうすると理想と現実のギャップが浮き彫りになりますよね。ここまでぜひやっていただきたいなと思います。ここまで大丈夫ですかね、はい、これはもうご自身でやってください。で今お話ししているのが、まあ、現状把握、ね、現状把握と、まあ、ギャップ分析ってところを今やりつつあるんですが、じゃあ残された時間ってところに行きましょうかね、はい、残りの学習時間ということで、今日が6月30日です。ちょうど区切りですよね。明日から7月1日になります。そうすると残された時間は33日あるわけですね。そうすると平日が24日間あります。24日間、休日がですね、海の日入れて9日間、土日祝ということで、それぞれ24と9と、まあ、平日お仕事の方前提のあれなんですけれどもね、はい、平日24日分で、休日9日分ありますと。じゃあそれぞれ皆さんは平日平均何時間ぐらい勉強できますか。私は少なく見積もって1時間当時1時間と入れました。で休日は私は12時間、土日祝日12時間フルフルで、当時私独身だったのでね、はい、なので12時間フルフルで勉強しようと。そうすると132時間この数字だとね、土日祝日12時間やって平日1時間だと132時間です。だからここはもうもちろん何時間勉強するかはもう皆さんの状況によって、平日2時間にすればねそれだけ増えるし、ただまあ一応最低ライン見積もってください。多く見積もるよりは少なく見積もった方がいいのでね、余ったらラッキーぐらいの感じで少なく見積もっておいて、最低できるのが132時間ですよと、うん、ということは先ほど現状と理想のギャップが、ね、明確になって、どの科目に時間かけなきゃいけないかはここでね分かってるはずなので、じゃあこの132時間というリソースを各科目に何時間ずつ配布しようかと。っていうのを今日お家に帰ってからでもいいので、 今ねできる人は今やってもいいんだけど、はい、まだ自己採点してない人もいると思うので、それをやった上でね、でこの残された時間をどれだけ配布するのかっていうのを考えていただければと思います。ここまでいいですかね。まずは、冷静に残された時間の把握です、うん、だから多い人だと、まあ、どれぐらいかな、150時間とか200時間は無理だと思うんだけど、1ヶ月でね、まあ150時間ぐらいがギリかなと思うんですよ。はい、それぐらいはまあいけるかなっていう気はしますけれどもね、はい、でこの今回のレジュメには皆さん後ろの方にですね、付属資料ということで、今日これ別に特に使いません。あくまでも付属で皆さんにお付けしました。なんだか分かります、まあ、書いてある通りなんだけど、科目別出題範囲ということで、皆さんが願書あったでしょ、願書に書かれていた項目です。だーっとね、はい、今日お家に帰る電車の中とかでちょっと見てみてください。この中で知らない単語とかはないですか、大丈夫ですかとか、もしくはパッと見て、あああれのことねって、例えば教科書のさテキストの、あ右側に書いてあったとかね、そういうのが分かれば大丈夫ですよ、パーッと見て。例えばね、運営管理受ける人、運営管理でね、生産管理の時にこうね、システマティックレイアウトプランニング、あれこれ何のことだろう、 SLP ですよね、 SLP 何のことだろうって分かんないんだったらやばいよってこと。知識の確認にも使ってみてねっていうことです。知らない単語ないですよね、大丈夫ですよね。ラインバランシングってどういうことやるか分かるよね。
面積で考えるんだよねとか、そういうふうにこう頭の中にパンパンパンと芋づる式に知識が出てくるかどうかなんです。品質管理の仕方とか ね ECRS とかね、いろいろねありますよね。はい、まあそんな感じでこのリストは、まあ、チェックリスト的な使い方してください。多分大丈夫だと思うんですよ。大体もう大項目しか書かれてないので大丈夫だと思いますが、一応ね、これだけのことを皆さん勉強してきたんですよ。すごいですよね、幅広いですよね。まあ、これは診断士試験の醍醐味だと思いますけれども、はい、まあ、そういった形で、この付属資料は使っていただきたいと思います。ただここからじゃあ中身の話ね。こんなに広い範囲を残り130時間少々で全部でやるのは無理です、はっきり言って。そうでしょ。じゃあどうする。当然やるべきこととやらないこと、大事なのはやらないことなんです。何を切り捨てるか、ね、やらないことを決めるっていうのが大事。もうね、あれもこれも欲しくなるんです、やりたくなるんです。でも そうしてると結局は全部中途半端に終わっちゃう。だから思い切って捨てることがこれからの1ヶ月は大事。ここからの1ヶ月は全部はできないから、これ大事よ。今日必ず意識してお家に帰ってください。もう全部はできないんだと。でも6割でいい試験だから4割捨てていいんだからね、4割捨てていいんだから、もう残り1ヶ月は合格する最低ラインのために時間を使うんだと。こういうふうにパラダイム変えてください。いい。だからその例えば自分のね、それぞれの科目ごとに達成度の話さっきしましたけれども、だから私の場合はね、先ほどお恥ずかしながら情報40点でやっぱ模試なんかも35点とか45点とかその辺の低空飛行でした。おうおうおう、42、3点取れてる、ラッキーラッキー、これでいいやって感じで、もうここから先残り1ヶ月私情報とかほとんどやってないです。よく今思うとちょっとリスキーだなと思いますけれども、でもこれ以上情報をやって点数を伸ばすよりも他のね、中小とか暗記科目に時間使った方がはるかに点数は伸びるっていうのが分かってたので、だから私は当時の、7月1ヶ月は一番中小に時間かけたかな、うん、多分ね、中小にねどんぐらいだろう、50時間ぐらいかけてんじゃないのかな、多分1日2時間ぐらいやってた気がする。7月は私はよ。そしたら本番で、まあ、たまたま 9割、当時の点数で、186点ぐらい、当時ね200点満点だったんですよ、中小が。で186点ぐらい取れたので、まあ、9割ですよね、今の点数でいうと。だから中小って時間かければかけるほど点が取れますが間違いないし、私の中小の講義でも言ってますよね。で特に試作です、試作、うん、だからまあ中小受けない人はごめんなさいね。例えば今日のね受けた試作ね、今日の今たまたま手元にさファイナル模試があるからちょっと開いてるんですけども、今日出された試作さ、多分全部で何問ぐらい、10個ぐらいあるはずなのよ。10個、11個ぐらいかな。だから今日ここで出た試作10個について、あの試作利用ガイドブックしっかりチェックするとかさ、あとはネットで調べるとかっていうひと手間7月中にやってほしいし、あとまあこれから先、まあ、他の、ね、受験校の模試を受けたりした人もいると思うんだよね、まあ、レック以外の模試、まあ、いいんじゃない、レック以外の学校で出たこの試作についてチェックをする。多分レックと被ってるところも多いと思うのね、うん、私もあの先週ね、実はね他社さんの模試ちょっと見たんだけど、あほぼ一緒、ほぼっていうか、あ大体狙ってるところ一緒、試作はね、うん、
だからやっぱり試作を徹底してこうやるともう一気に点数伸びますから、今から点伸ばすんだったら試作からとかね、暗記中心です、暗記もの中心いくっていうのがまあコツではありますけど、まあそんな形でその話をこっちに戻すと、暗記ものに多めに時間を割り振りました、うん、あと財務は毎日1問っていうふうに決めてたので、朝起きたら財務1問解くとかね、だから時間数にすると本当1日10分ぐらいなもんですけど、財務だけは感覚鈍らせないように毎日10分ぐらい15分ぐらいはやってました、うん、まあ、それも人それぞれですけどね、財務受ける人はね毎日やった方がいい、これ二次試験が終わる日まで毎日財務はやってほしいなと思います。二次でも出るんでね、はい、まあそんな形でもう全部はできないので、絞る、やるべきこととやらないこと、私の場合は中小にガッと集中、やるべきこと特に試作に集中し、一方で情報は捨てました、捨てましたというかほとんどやらなかったです、パラパラ見ただけですね、はい、まあ、ホームも同じくパラパラ見たという程度で試験に臨みました。ですのでメリハリね、そこのメリハリが大事になってきますよと。ではメリハリをつけるために逆算書いてあったっけ、逆算型スケジューリングっていうお話をちょっとしていきたいなと思います。7月のカレンダーって分かりやすくできてて、ありがたいことにね、よいしょ、ちょっと書きますね。7月のカレンダーってさ、こんな感じに、明日から月曜日でしょ、だから、月曜始まりにしといて、7月1日、8日、15日、22日、29日の5週間あります、月曜日が。ね、で最後29、30、31で8月の1日、2日で3日、4日が本番と、本番ね、こういうスケジューリングです。だからすごくね分かりやすいカレンダーで、だから週ごとに管理してほしいんですよ、5週間あるよとね、でまずじゃあ明日から始まる1週目、7月1日から7月の、7日までの1週目は何をするかっていうと、もう模試の復習ですよね。復習の仕方は後で言います。徹底して模試の復習をしてください。でなるべく早く早く、もう月火水ぐらいまでに終わらせたい。でも木金からはもう暗記に入ってほしいぐらいなんだけれども、まあ、まずは今週というか7月1日からの1週間は模試復習か、これがマストです。でじゃあ2週目3週目4週目何していくのかっていうと、ここは、まあ、3週間は、過去問とファイナルペーパー、後で説明します。過去問とファイナルペーパーをこの3週間で仕上げていくイメージです、はい、徹底して、もう過去問以外やる必要ない、それ以外は捨てるってことね、過去問以外はやる必要ない、基本軸としてね。で最終週、最終週月火水木金とこの平日5日間あります。ということは逆算をして、本番が3日4日なんだから、8月2日にはだいたい皆さんは初日の勉強するよね、初日の勉強チェックだよね、経済学、財務、企業経営、運営管理を2日にやるでしょ、2日の夜やるでしょ、最終チェックやるでしょ。でじゃあ8月1日には何をやるかっていうと、2日目のホームと情報と中小のチェックをするでしょ。だから本当にもう8月1日2日は
本番のチェックっていう位置づけだよね。うん、じゃあ29、30、31はどうしようかっていうと、ここはもう最後の暗記です。暗記、ここで追い込み、最後の暗記です。覚えにくい項目とかさ、いろいろあると思うんだけれども、このね3週間の過去問ファイナルペーパーのプロセスの中で出てくるわけですよ、覚えなきゃいけないことが。最後そこをここで一気に3日間でガッと暗記して、で初日2日目に対処していって本番っていうのが、まあ理想の形です。いろんなやっぱり過去合格者と話しましたけど、大体まあ似たり寄ったりですね、皆さんね、最後はもう過去問中心にやってましたとかいう人がやっぱ多いです。だから今日皆さんにご提案ですよ、これあくまでも絶対こうしろっていうわけじゃなくて、これは私自身の成功体験もそうだし、他の受験生も大体似たようなことをやってますので、ご紹介です。ぜひ取り入れられるところは取り入れてください。必ずこうする必要はないけど、参考までにねっていうお話をさせていただいてます。これが逆算型のスケジューリング、逆算からね、8月2日1日と逆算でスケジューリング、まずざっくりしましたね。それが今お話ししたこの逆算型スケジューリングね。じゃあ次、模試や当練の活用、科目特性別攻略っていうところの話をしていきたいなと思いますけども、まずこれも私模試とか当練の時に言ってるので、特に池袋の皆さんはね聞いたことあると思うことも多いと思うんですけど、中継先の皆さんね、私の当練の、解説とかを聞いてない人向けにちょっとお話をします。池袋の人はまたかと思っておいてくださいそれでね、まず昨日と今日2日間で受けた7科目ね、まあ、一応7科目の話をしていきます。7科目すべてにおいて大きく2つに分けてほしいと思います。自信のある問題とそれ以外、いいですか、シンプルに自信を持ってこれだ正解だって選べた問題あると思うんですよね。知ってる、これ知ってるよ、間違いないこれだよと、はい、間違いなくこれだと自信を持って選べた問題を選んでください。で一方でよくありがちなのが、2択までは絞って、2択まで絞ってどっちかな、こっちかなって、お当たったとか間違った、そういう問題とかあるでしょ。それとか もう全然分かんなかった問題とか、もうそれもひっくるめて自信がなかった、もうそれ以外に大きく2つに分けてくださいね。もう池袋の人はうなずいてる人もいますけど、ね、聞いたことあるよね。でどうするかっていうと、じゃあまず最初に自信ある問題、自信あって正解した問題、当然ねおめでとう素晴らしい、もうそれはもうやんなくていいです。自信あって正解できた問題っていうのは8月3日4日も同じ結果になるからです。そうでしょ、だって自信あったんだもん、1たす1は2、自信あるでしょ、8月3日も1たす1は2って答えられるからいいんです、もうやんなくていい、見る必要ない、自信持って当たった問題はもうやんなくていい。ただ早急にもう手直ししなければいけないのは、自信あったんだけど間違った、これやばいよ、本番でも自信満々で間違う可能性があるので、やるべきことは自信あって間違った問題、間違った問題をまずは修正する、これはもうねできれば今日の夜やってほしい、お家帰ったらお酒飲む前に、本当に今日の夜、はい、今日中にやってほしい、できれば自信持って間違っちゃったやつね、そうじゃないと本番でも間違う。で
それ以外の問題についてはもう途中までね、2択まで絞ろうが3択まで絞ろうがもう関係なくて、だって自信なかったんだからさ。だからそれ以外についてはもうしっかりと、まずですね、やり方として一つ目が、正解詞と誤りの選択肢に分かれると思うんですよ。正解詞っていうのは正しいことが書いている選択肢ね、丸の選択肢ってことね。で、誤りの足っていうのは嘘が書かれている選択肢のことね。これも私過去問の話で必ず言うよね。正しいことが書かれている選択肢と嘘が書かれている選択肢あるよね。だからまずは正しい選択肢だけ読むんだ。これ過去問も一緒、過去問も一緒。解かなくていいから、解かなくていいから正しいことが書かれている選択肢だけを読むってことです。例えばこれ答えは何だろうな、ちょっと待って。例えばさ、なんかないかな。今パッと開けて、これごめんね、中小受けない人にはちょっと関係ないんだけどさ、例えば日本政策金融高校の融資制度って書いてあって21問 で答え見ると絵なんですよ。だから正しいものは、丸形に対して正しいものは絵ということで、1500万を超える貸付を受けるには、まあ、事業計画とあと指導員の半年に1回の実地訪問が必要だよね。ああそうだよね、これだけでいいんですよ。正しいことが書かれている選択肢をまずガーッと読むね。正しい、だって正しいんだもん、ね、正しいことが書いてある。ああそうだよねって自分の知識確認すればいい。でガーッと正しいものを読んでね、で次にじゃあ嘘が書かれてるよね、あいうおには嘘が書かれてる。じゃあこれをどうすれば正しい選択肢になるの。例えば兄は個人事業主は、融資対象が、いやいや丸系個人事業主使えますよねとかね、いや融資対象であるとかね、商工会商工会議所の経営指導を原則1年以上、いやこれ半年だよね、6ヶ月だよね、ここ6ヶ月に直せばいいじゃないみたいな形で嘘の選択肢を正しく直していく。こんだけです、こんだけを、このさっき言ったように模試の復習の、だから明日から始まる1週間でやってほしいんですよ。模試の復習で正しい選択肢をしっかり読むこと、嘘が書かれている選択肢を正しく書き換えること、これだけでいい。だからもう一度時間を計って解き直したりだとかそんなことしないでいい。答えを見て正しい選択肢をじっくり読んで腹落ちさせる、嘘が書かれてたら直してあげる、どこを直していいか分かんなければ解説を読む、こんだけですね。これを1週目にやってほしいんです。で過去問も活用法は、まあ、全く一緒で、はい、特にねこれ企業経理論が苦手な受験生にはいつも言ってるんですけども、企業経理論なかなか点数伸びない、いつも55点ぐらいなんですよとかね、なかなか60点超えないんですよっていう人におすすめなのが、これ丸の選択肢だけ5年分ざーっと読んじゃう、バツのところは無視していいから丸の選択肢だけ5年分できれば10年分ぐらい読むと最高。企業経理論のねシャワーを浴びるイメージ、企業経理論の選択肢のシャワーをブワーって浴びるイメージ、丸の選択肢だけでいいから、バツの選択肢直そうとすると時間かかるから丸だけを読む、テキスト読むよりもはるかに効果的だから。過去問の正しい選択肢を浴びるイメージ、浴びるんだよ、わーっと。
企業経理論のシャワーをね。そうするとね、これね、すごく抽象的でね、申し訳ないんだけれどもね、選択肢がね、こう、感じるんだよね。感じるって言って意味わかんないね。なんかね、あ、これ臭いなとかね、これ嘘書かれてるっぽいなっていうのがね、いや、ほんとよ。そう。だって私、企業経理論本番で8割取ってるからね。そう。だから、大体さ、経験あると思うんだよ。2択まで絞って間違えるってあるじゃない？でもね、2択まで絞るとね、うん、こっちが臭いって気がするのよ。そう。で、大体ことごとく当たる。これはね、やっぱシャワーを浴びた量に応じてだと思うんだ。だから、騙されたと思って、騙さない、こんなことで、皆さんを。騙さないから、このね、3週間さ、シャワー浴びて、本当に。語弊があるな。企業経理論苦手な人ね、企業経理論の丸の選択肢のシャワー浴びてよ。ほんと伸びるから。ものすごいいいよ、これ。最高。うん。なのでね、これは私が自信を持っておすすめする、はい、対策だと思います。で、まあ今ちょっと過去問の話に入ってますから、もちろんね、他の科目もそうなんだけれども、その過去問をね、時間を計って解く必要はもうないから。もう明日から時間を計って過去問を解くようなことはしなくていい。まあやるとしても、まあ土日、どっかでちょろっとね、力試しでやるぐらいで、もう時間を計ってうんぬんっていうのもやる必要ない。はい、むしろ、本番ね、8月3日4日、合格点を取るために足りないギャップを埋めていく時間が7月なんだ。7月1ヶ月使ってギャップを埋めていく作業をするんだよ。ね。だから、時間を計って解くことにギャップを埋める効果はないよ。そうでしょ？タイムマネジメントの練習にはなるよ。でも実力を底上げする効果はないよ。時間計って解くことに。だから、じゃあどうするのっていうと、最後皆さんにお伝えしたいのがこのファイナルペーパー、ファイナルペーパー作成というお話に、つなげていきたいなと思うんですけどね。当然過去問の正しい選択肢とか、まあ、もちろん科目によっては間違いの選択肢を修正したりだとかね、やる中で、あ、これ知らなかったとか、これは覚えなきゃなとか、まだ覚えてないこととかもう出てくると思うんです、うん、でそういうのを、まあ、このさっき言ったようにね、29、30、31日の3日間で集中して暗記するんだけれども、それと同時にファイナルペーパーっていうのは、よいしょ、これもね、池袋の皆さんにはよく話してますけれども、ファイナルペーパーね、あ、間違えちゃった、ファイナルペーパーっていうのは要するに目的は知識の整理です。まとめる、まとめノートのようなイメージね。だから書式はもうお任せします。箇条書きでもいい、ね、マインドマップみたいなものでもいいし、自分の知識を整理すると同時に本番の休み時間が有効活用できます。いい？書式は自由だよ。科目ごとにだいたいまあ2、3枚、3、4枚でもいいや。8月3日4日、重たい荷物をね持っていく、4科目3科目持っていく、ナンセンスだよ。休み時間にもう最低限これだけ見ればいい、ファイナルペーパー、それをそろそろ作り始めましょう、ね、この2週目3週目4週目、過去問と並行しながらファイナルペーパー、そうすると自分の知識整理にもなるし、だからね、まあ、ノートというよりもね、ルーズリーフの方がいいかな。ルーズリーフとかにまとめておくと、もうファイナルペーパー一応まとめるんだけど、あ、もうこれ覚えたからいいやって外すこともできるしね。まあまあそこら辺はお任せします。書式は自由だし。ただ目的は本当に今までの科目ごとの知識整理と本番の休み時間を有効活用できるようになります。なので過去問と並行しながらファイナルペーパーをぜひ、作っていただければなと思ってます、はい、で本番はもうファイナルペーパーを休み時間にずっと見ると、で最終チェックする暗記ものとかね、
そういったものが中心になると思いますけれども、そういった形にしていただきたいと、はい、思います。で、ファイナルペーパー以外に、本番までやってほしいことということで、こちらについては、皆さんもまだ受験票とか来てない来てないですよね。で、これから多分皆さん受験票がお手元に届くはずなんですね。そうすると、まあ、東京とか大阪とか、大都市では試験会場がいくつかにね分かれてますよね。なのでぜひ試験会場のね、会場の下見、本番までにやることとして会場の下見をしてほしいんですが、いや、こちらももちろんね、直接現地まで行けとは言わない。今もう便利な時代になりましたよね。Google のストリートビューがありますよね。 Google マップのストリートビューで最寄りの駅から、例えば東京とかだとね、なんとか大学とかなんとか会場とか、そこまで、じゃあ最寄りの駅からその学校までのさ、道のりをストリートビューで見れるわけですよ。便利だね。はい、私がね、受験生の時はそういうのはなかったので、ストリートビューがなかったのでね。だから私福岡会場で受けたんですけれども、実際にもう前の日に、2日前に福岡入りして、でこう自分でね、電車に乗って、どうだったかな、西南学院大学だったかな、ちょっと名前忘れたけど、そこまで行って、で守衛さんにお話しして、ちょっと試験に、土曜日試験受けるので、ちょっと中見せてもらっていいですかとか言って、ちょっと中入れてもらったりとかね、そんな感じのことをしました。今会場まで行って下見しちゃダメなのかもしれない。ちょっと受験要項見ないと分かんないけど、まあもうストリートビューで見るのが一番です。で、何をチェックするかっていうと、最寄りの駅からの、まあ距離感ももちろんそうなんだけれども、まあコンビニがあるかとかね、そういったところも含めて見ておくと、何かあった時のために、はい、時計忘れたって、コンビニで時計買えばいいじゃん、電池がなくなった電池買えばいいじゃん、みたいな緊急避難用のコンビニあればよ、チェックしておくといいと思います。ただ今コンビニの話出たので言っとくんだけど、当日は現地で食べ物は調達できないと思った方がいい。だから皆さんのご自宅から持っていくか、まあ、ご自宅の近くのどこかでコンビニか何かで食べ物をね、入手するかとかね、そういったことを意識した方がいいと思います、うん、なので、まあ、売り切れてる危険性とかもありますしね、はい、とか、あと、まあ、会場の下見でしょう。それからね、会場によってはその椅子がさ、大学とかだったりする場合、古いね、硬い木の椅子だったりする可能性もあります。後ろの座席と一体型のさ、木の椅子、そうすると長時間座ってると本当腰に来たりするんですよね。だから腰が痛かったりすると集中力が本当途切れます。なので私はクッションを用意しました。クッションを持っていきました。はい、あとクッションで思い出したんだけど、まあ、東京、今ね池袋にいる人はあんまり関係ないと思うんだけど、中継先の皆さんね、ちょっと遠征する人、例えば仙台会場に、ね、山形とか秋田とかからね、仙台会場に行くとか、九州各地の方々が福岡会場に行くとかで、ホテルに泊まるでしょ。そうするとね、ホテルの枕がね、眠れない可能性があるんだよね。私ね、1年目のね、二次試験の時にそれやられて眠れなくてね、で落ちた。いや、枕のせいじゃないんだけど、でも枕って結構ね大事だから、本当にね、宿泊で心配な人は普段自分が使ってる枕とか持ってった方がいいかもしれない、うん、これは本当に私ね、2年目自分の枕持ってったもん、本当にホテルにね、自分の枕持ち込んで寝ましたからね。だからやっぱりそういうようなところもぜひケアしてほしいなと。ホテルに泊まる人ね、そういうのも気をつけて、はい。あとはね、クッションでしょ、あとタオルとか、あとね、買っといてほでよかったのはね、こう額とかに貼るさ、冷たいさ、まあ、熱さまシートとか冷えピタとかあるでしょ、あれは便利、うん、結構ね、緊張感とかで、ね、頭がね、もうカッカするんですよ。
そういう時に休み時間にねパッと貼っとくだけでねクールダウンするし、もしくはもう脇の下とかにね貼るだけでも体温下がるしね、そういうのもありますので、あれね、あの冷えるやつ持っとくと便利でしょ。あとね、筆記用具とか時計とかはいつもの倍持っといた方がいいです。時計2つとかね、消しゴム2つとか、シャーペンと鉛筆、鉛筆と鉛筆削りも、というのはシャーペンが壊れたらどうするって話でね。で、鉛筆もできるだけ柔らかい鉛筆がいいです。 2B とかね、そうするとマークシート楽に塗れるでしょ。あんまりこう薄いこうあの芯だと何回も擦らないとあのマークが塗れないので、柔らかい鉛筆がいいです。 2B とか塗りやすいです、バーッととかね、そういうところとかぐらいかな。持ち物のチェックね、クッション、タオル、筆記用具、時計、あとこのここのさ、まあ3日4日が本番だから、まあ、この7月29日からのこの週だね、この週はできれば食べ物に注意、食べ物だから、例えばお刺身とかね、生物、もう牡蠣なんて持ってる方がだよね、危ない危ないね、生物はできるだけ避けた方がいいと思うんだ、ちゃんと火を通した食べ物。ただこうね、私の知り合いでね、こう弦を担いでね、前の日にとんかつ食べて胃もたれしてね、調子悪くなった人います。油が悪かったのかなんなのかね。だからまあ揚げ物も油に注意ね。まあいずれにしても、あの普段通りの食生活はいいんだけれども、夏場だから食中毒とかね、何があるか分かんないので、普段と違う食生活は避けた方がいいし、できるだけ生ものは避けた方がいい、1年に1回しかない試験だからね、心配しすぎって思われるぐらいがちょうどいいんです。それぐらい細心の注意払って、はい、あとは、当日の注意ということでね、当日会場のクーラーの吹き出し口の真下に当たる可能性もあります。だからぜひこういう羽織物で、普段はもう T シャツ短パンぐらい の軽い気持ちでいいです、はい、格好なんて、で私草履履いていきましたもん、草履一番楽だから、草履履いていきました、はい、草履履いて T シャツ短パンで受けましたよ。ただ、着替えは持っていきました。あの途中ね、朝家出てそれで会場に行く間に汗かく可能性があるんでね、汗かいてクーラーで冷やされて風邪をひくのが嫌だったので、替えの T シャツとかも持ってました。そこまでやりましたよ、本当に本当に。だってわざわざ沖縄から出てきて人生かけてるからね、絶対落ちたくないからね。なので考えられるリスクは全部こうもうね排除するつもりで、あと飲み物もね、お茶は控えるとか、お茶はね利尿作用があってトイレが近くなるんですよね。でトイレ我慢すると集中力がなくなるでしょ。だからなるべくお茶は飲まないようにするとか、あと当日チョコレート、あの脳が本当に疲れるので、あのもう商品名出しちゃうけど、キットカット、キットカツっていうつもりでね、キットカットをかじって、はい、勝つぞと思いながら休み時間チョコレートかじってました。で一次試験もそれで通って、二次試験の時もキットカット食べて受かったんでね、キットカットいいですよ、あのネスレの回し物じゃないんで、ですけどもね、キットカットとかね、まあ、そういう験担ぎもいいと思います、はい、とにかく、本番で最高のパフォーマンスが出せるように。あとお薬もね、私頭痛薬、眠くならない頭痛薬ね、あの偏頭痛持ちなんですけど、眠くならない頭痛薬とかそういうのも持ってました、はい、痛み止めとかね、そのぐらいかな当日のチェックは。まあこれはもう人それぞれだと思います。なのでまあちょっと今余談も入っちゃいましたけれども、今日私が皆さんにお伝えしたいのは、もう終わりますね、お伝えしたかったのは本当に1ヶ月でね、皆さんにやるべきこと、はい、だからもう早めに申しの復習を、はい、してくださいね。で過去問とファイナルペーパー作りに着手をしていただいて、で、そこで出てきた自分の 弱いところ暗記ね、はい、しっかりと最後直前暗記をしていただいて、で、できればですね、こちら案内があったと思うんですけど、7月のこの最後の
週ね、27土曜日にですね、一時直前の出題テーマ予想というのを4時から行います。で、中継先もちょっと今日とは違うところあると思いますけれども、中継いたします。で、ここではですね、去年、すごくね、好評を博したんですけども、去年は初めて社労士のね、樺島先生という先生が、非常に池袋で私仲のいい先生なんですけども、彼にお願いして、で、企業経理論の労働法規5問出ますよね。だから労働法規ちょっと30分ぐらい喋ってくんないってお願いして、去年喋ってもらったんですよ。出ましたからね、去年出題予想を去年樺島先生にしてもらって出ました、本当に。なので、今年も今依頼中です。はい、多分大丈夫だと思うんですけども、はい、焼肉行こうって言ったら大体 OK って言ってくれるんでね。なので今依頼中なんですけども、多分彼にも27日登壇してもらいます。はい、なのでぜひ企業経理論を受ける方はもちろんのこと、でそれ以外の科目についても、まあ私の担当科目以外については、その他の先生の、予想を含めてね、私が代表して皆さんにお伝えさせていただきますので、まあ、勉強の合間息抜きぐらいの感じで、ね、ちょっと池袋本校に顔を出していただくか、中継先の学校に、ね、行っていただいて、まあ、最後この予想をぜひ役に立ててほしいなと思ってます。はい、というわけで、いろいろこう取り留めもなく話しましたけども、まあ、泣いても笑っても残り33日、うん、でも、もう一次試験なんかもね、マークシートでサクッと通っていただいて、楽しい楽しい二次試験が待ってます。二次試験は最高に楽しいです。経験あると思うけどね、特に池袋の人たちはね。で、池袋の人たちは私の講義、池袋で私が二次やります、ね。画面の前の皆さんは申し訳ないんですけれどもね、来れる人は池袋来てくださいね。で、来れない方はぜひ、私の講義なんかを聞いたりとか、模試のまた解説とかでもね、お会いすることもあると思いますので、しっかり、もう二次試験視野に入れてね、はい、ぜひ今年で合格できるように、まずは一つ目のハードル、8月3日4日、皆さん、超えていっていただきたいなと思ってます。はい、というわけで、次回ね、7月27日テーマ予想を行いますので、皆さんお待ちしております。はい、というわけで、中継はここまでにしたいと思いますのでね、しっかり今日中に、復習着手してください。では、1ヶ月前の過ごし方、直前特別イベントは終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。